はいはいはい、はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、今日は僕の持っているシラフ、モンベル、ナンガ、ファイントラックの3シーズン用シラフを比較した感想を話したいと思います。まず3シーズンシラフって何ぞやっていう話だけども、夏の 2000m 以上の高山や春秋の低山やキャンプに使えるシラフのこと。ちなみに余談ですけども、シラフ4大ブランドの本社はモンベルが大阪市西区、ナンガが滋賀県米原市、ファイントラック神戸市、いつかが大阪府富田林と全部関西。今回は去年テント泊をして、このナンガ、モンベル、ファイントラックの3種類を一晩に3時間おきに着替えて比べてみた感想を話したいと思います。ということでシラフの比較いってみよう。まずはモンベル、ダウンハガー650シャープ3。僕が持っているのは650だけども、登山ではダウンハガー800の方が軽いのでそっちがおすすめです。モンベルの個人的な点数は保温力4、寝心地5、水への強さ3ですね。なんといってもモンベルのシラフの強みは寝心地。スーパースパイラルストレッチシステムっていうステッチ部分に糸ゴムを使用することで伸縮率 135% を可能にしたシステム。寝返りも十分に打てるし、こんな風に油をかけるぐらいよく伸びる。ただ豪雨に当たってしまうと簡単にシュラフが濡れてしまうので、山では防水バッグを使った方が良いです。次はナンガ高実酸素の限定モデル3シーズン用。これは高実酸素とナンガがコラボした3シーズン用シュラフなんだけども、スペックはオーロラライト 350DX とほぼ同等。点数は保温性5、寝心地4、水への強さ4となってます。ナンガの特徴はズバリ保温性。高品質なヨーロッパの羽毛を国内に洗浄して生成した高級ダウン。これで寝ると他のシュラフと違って体の芯から温まる、包み込まれるような安心感がありました。また外側の生地がオーロラテックっていう防水透湿性の生地、ゴアテックスみたいに外側は水を弾いて内側から汗を出すという素材を使っているので防水性は心配ありません。ってほんまか。よし、水くかけよう。それじゃあシュラフシャーにかけます。弾ける弾ける弾けるわ、すごい。買って5年か6年経つのにめちゃくちゃ弾いてんなこれ。まあやってましたけども、あんな風に実際に山では地下にシュラフに水を当てることはないんで、冬のテント泊の結露ぐらいならば全然シュラフカバーなしでもいけると思います。ただダウンが濡れてしまうとダウンがペシャってなって保温力が下がるので、これも山に行くときは防水バッグを入れた方がいいですよね。次はファイントラックボリゴンネスト 6×4。 重量は 630g で保温性3、寝心地3、水への強さ5。まず最大の特徴はファイントラック独自素材のポリゴンネストっていう化繊素材を使用していること。一般的にダウンは水に弱く、化繊は水に強いのだが、化繊は傘が膨れて重い。ちなみにモンベルの3シーズン用シュラフなら化繊は 1085g、 ファイントラックなら 630g と 450g も違う。化繊なのにコンパクトで軽い。しまうとほぼダウンと同様の大きさになります。もちろん河川で水に強いので、去年の北アルプス縦走は8日中7日雨だったのにもかかわらず保温力が落ちずに大活躍しました。このシャカシャカしている生地がうるさくて眠れないっていう人もいるんですが、僕は気にしなかったです。以上、モンベル、ナンガ、ファイントラックの3シーズンシュラフを比較してみました。ほな、さいなら。